別にノウハウを公開していきたいと思うので、思いつきで勉強していると誤った方向に進んでしまうことがあるんですよね。結局一番無駄のない時間の使い方ができる。どうもサニー講師でヒャネサです。フリラスです。突然ですが皆さん、学習計画立てていますか？私たちスタディーコーチは基本的に生徒の学習計画、大学受験合格までの学習計画を立てて生徒を合格に導くことを専門としている塾なんですが、今回この動画では学習計画を立てるメリット、あとは学習計画どうやって立てていけばいいのか、こちらについて詳しく私たちがお話をしていきたいと思います。今回特別にノウハウを公開していきたいと思うので、ぜひ動画の最後まで見るようにしてください。最後、まずはじめに私たちがどのように学習計画を立てているか、その例をここに表示します。このような形で何月にどの参考書をどれぐらいやんなきゃダメかっていうような形の長期的な受験計画をまずは立てていくことになります。これを立てることのメリットとしては、正しい学習スケジュールで勉強ができることが一番かなと思います。というのも、思いつきでこの勉強、例えば英文法を今やった方がいいかな、もしくは英語長文たくさん読むべきかなっていう思いつきで勉強していると、誤った方向に進んでしまうことがあるんですよね。もしかしたら基礎が全然固まっていないのに英語長文を対策してしまうとか、そうならないためにもまずはロングスパン、長期期間での学習計画を立てて勉強していくことが正しい道しるべとなることになるので、まずは学習計画を立てることを意識しましょう。もう一つ僕が考える勉強計画を作るメリットは、今までは長期の勉強計画の話をしてたと思うんですけど、例えば1週間とか1日の勉強計画、僕たちだとこんな感じで作ってるんですけど、これを決めることによって勉強の効率が上がるっていうことです。具体的にどういうことかっていうと、多分普通に勉強計画を決めずに勉強してたら、だらだら、この数学の問題いつまでとかっていうのを決めずにダーッと解いちゃう。そうすると、勉強時間がだらだら伸びてしまって、これもやろうと思ってたけど、今日は時間がないからこれはやらなくていいやみたいな感じで妥協しちゃうっていうことがあると思うんですね。でも勉強計画をしっかり立てることによって、この時間からこの時間にこれを終わらせるっていうのをきっちり決めることができて、結局一番無駄のない時間の使い方ができる、つまり勉強の効率が上がるっていうことになると思います。なのでぜひ短い期間でも勉強計画を立てて効率よく勉強するっていうのを意識してもらえるといいかなと思います。はい、ここからは実際に学習計画をどう作っていけばいいのかについて4ステップに分けてお話をしていきたいと思います。まず1ステップ目は、またこの学習計画を見ながらお話をしていくんですけど、まずは長期、長い期間でもうざっくりでいいので立ててあげること。受験日というのはあらかじめ決まっていて、例えば国公立の場合だと2月の25日、東大の場合だと2月25と26、2日間あるんですけど、じゃあこの受験日までにどのように計画を立てていけばいいかを逆算的に立てることが大切です。2月25の受験までに1月の中旬から2月の末までは徹底的に過去問演習、じゃあ12月から1月までは共通テストに向けた過去問演習、じゃあそのために11月から9月は応用問題、発展問題の演習を積むと、そのために受験期の8月までには全ての科目の基礎を固め切る。このような形でどんどんと受験から逆算的に長期計画を立ててあげる。これが大切な1ステップ目です。2ステップ目としては、そこから中期的な計画に落とし込んであげる。中期的というと、1ヶ月でも1週間でもいいんですけど、私たちはそこから1週間で立てることを推奨しています。参考書で5週間でこれを終わらせるっていうのを決めたら、じゃあ1週間あたりに全てで5章をやればいいなどで全て落とし込むことができますよね。それを全ての参考書、全ての科目で1週間ごとの計画に落とし込んであげてください。ここからが3ステップ目なんですけど、1日あたりの計画に細かく落とし込んであげること。先ほど1週間で5章をやるような形で決めたと思うんですけど、何月何日の何曜日に1章をやるか、また何曜日に2章目をやるかみたいな形で、このような表のように細かく落とし込んであげるようにしてください。ここまでが学習計画の3ステップ目まで、落とし込み方ですね。でここから一番大切な4ステップ目、1週間に1回学習がしっかりと進んでいるかをチェックしてあげること。これがすごく大事です。立てた計画は振り返ってあげないと意味がないものなので、立てた計画が毎日しっかりできたのかどうか、1週間ちゃんとこなせたかどうかを振り返る時間を1時間程度取ってあげるようにしてください。そこからまた次の週の7日間の学習計画に落とし込んであげると。でまた振り返りをしてから次の週の計画を立てる、振り返りをして次の週の計画を立てると、これを受験までずっと繰り返すようにしてください。これが、学習計画の4ステップでした。これをやるかやらないかで学習の効率は相当変わってくると思うので、ぜひぜひ今日から実行するようにしてください。
はい、ということで学習計画を立てるメリット、あとは4ステップについてお話をしていきました。この動画の内容は、皆さんの学習の効率を上げるために相当役立つものになると思います。ぜひこの動画の内容を本当に、今日からでもいいので実行してみてください。皆さんの学習が効率よく進むことを祈ってます。ということで今回の動画は以上となります。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また今後も、役に立つ勉強の動画を、どんどん配信していきますので、ぜひご覧ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。